恋と呼ぶには青すぎる、星1。メス文がくれずホラー漫画。メインキャラは居酒屋の店員のビアンメスと、その居酒屋に来るこじらせたノンケのメスの二人。この居酒屋の店員のメスに対して、なぜこの世はマイルではなくキロメートルを使うのだろう？だとか宇宙が膨張しているだのといった感じの、一部の主観的なメスが好みそうな感じのネタを飛ばした後に、周りのオスが、そうだよね世の中キロメートルで物事を測るなんておかしいよね。という感じでマイルを全否定してくれるというクッソ激烈によくできた主観的なメスが気持ちよくなれる漫画。この後、主観的には男運がない、客観的に見ればお似合いのカップルと音楽性の違いから解散して、居酒屋のビアンのメスとメルトモから始めるというビアン漫画。内容はメス版魔法学園の劣等生みたいな感じで、なぜかハーレム候補たちがやたら主人公のことを持ち上げたり褒めちぎってくるというタイプの、承認欲求プラスビアン漫画という感じで、主観で生きているメスがとことん気持ち良くなったり増強できるように作られているそういったメスを幸せにする漫画。この漫画は読んでていちいちすげえことをしてくるから感動が止まらなかった。ガチデモンゲーメス文学作品なのぜ。このようなタイプのメスがある意味無敵の人なんだけど、何が無敵かというと徹頭徹尾主観で生きていて、主観をフォローしない奴は全員悪、って設定で、さらにその主観を全否定してくれる周りしかいないっていうパーフェクトワールドが形成されているから、読み手としてはディストピアを読んでいるような不安しか感じないビモールとベネな世界観なのぜ。横尾太郎が、ものすっごいベタベタで幸せなラブコメを見せてくるって感じかな？マッドマックスの監督がいきなりベイブを作る感じの、ちょっと待ってうほんまに怖いんやけどうって感じの文芸よくできた漫画。ホラー漫画読むよりも恐怖であんこが震える力作なのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願い。